こんにちは、アイグローカルの鏑木です。今回からですね、ベトナムで仕事をする人におすすめの書籍ということでシリーズ化したいと、思います。第1回目私がやりますけれども、第2回目以降ですね、私以外の人にも担当してもらいたいと思います。長年ベトナムで働いてるんですけれども、こういうふうにこのような質問をですね、何回か今まで、されました。どういう本が参考になりますかと。いろいろなノウハウ本たくさん出てるんですけれども、僕自身がパッと思いついた本は実はこの本です。人間の集団についてですね、司馬遼太郎さんが書かれた本です。何でしょう、1973年ですね。私が1972年生まれなんで、ほぼ私が生まれた時期に、司馬遼太郎さんが、現地を視察して書かれた本なんですけれども、もう44年ぐらい経つわけですね。で、なんでこれを私が、思いついたかというとですね、当時と40数年前の当時とですね、今と変わらないベトナム人の気質についていろいろ分析がされています。歴史的な文化的な背景、そして、その中でですね、日本人とベトナム人っていうのはこういうところが違うんだと、もちろん似ている部分もあるんですけども、こういうところが違うんだということを非常に考えさせられました。そしてですね、その、違うからこそ、じゃあベトナム人とどう、付き合っていくのか、どう組織をベトナムで作っていくのかっていうことに関して、非常に参考になるというか考えさせることがありました。それが我が社の経営とかにも生きていると思います。ですのでこの本をですね、第1号として、おすすめの書籍と、させていただきました。はい、これからシリーズ化していきますけれども、何卒よろしくお願いいたします。ありがとうございました。